源氏丸、席を外してもよいぞ。正常。席を外すがよい。よい。では、ごゆるりと。いいのか？構わぬ。何をするにも正常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 。そなたと語り合う時くらいは邪魔されたくはない。そんなことより戦に勝利したそうだな。祝いの言葉を送らせてくれ。そなたらの勝利に祝福を。ありがとう。どうした、辛そうな顔をして。そなたらの勝利なのだ、なぜもっと喜ばない。確かに勝ちはした。だが代償も大きかった。いくつかの集落が焦土と化したとは聞いたわ。その一つは私の故郷というべき場所だった。すまなかった。許せ。いや、気にすることはない。別の話にしよう。どうも湿っぽくていけない。そうだな、ではそなたに質問だ。そなた、質は何人いる？は？すまない。どうやら聞き間違えたみたいだ。質がどうとか、と聞こえた。聞き間違いではない。質は何人いるかと聞いたのだ。何人いるかと言われても、そんなの何人もいるわけがないだろう。なぜだ。跡継ぎがいなければ国の存亡に関わるのだぞ。なぜも何も、私はまだ独り身だ。そうなのか。すでに幾人もの質を迎えている公職王という話だったが。どこからそんな話が。隠さずともよい。女子を愛しく思うのであれば恥ずべきことではないぞ。他にも色里を広げ、そこを自ら治めるほどに熱心と聞くしな。いや、あれはだな、娯楽というか、なんというか、なんやかんやで必要というか、そう、必要なんだ。決してやましい気持ちからではないぞ。そもそもその類のものは禁じても無駄なんだ。それに様々な問題もある。ならば直接収めた方がいいと思わないか。よいよい、言い訳せずとも。言い訳では。世も女子と遊ぶのは好きだからな。そなたの気持ち分かるつもりだ。何？女
孫と遊ぶのが好き？どうした？妙な顔をして。別におかしくはなかろう。歌合わせにかくれんぼに楽を奏でるのもよいな。いや、遊ぶの意味が違うし。で、そなたのところの色里は他の国には見られぬ一風変わった店や珍しい見せ物があるそうだな。いや、確かにそういった一角もあるが、それは娯楽の場を豊かにとだな。興味深い。そうか。うむ、とても興味深いぞ。なんかとても嫌な予感がする。白おろう、もちろんようそこへ案内してくれるのであろうな。どうした？頭など抱えて。いや、だからその前に一つ聞いていいか？うん、なんだ？クーヤは色里とはどんなところか知っているか？バカにするでない。当然そのくらいのことは知っておる。ほれ、色里というくらいだ。きらびやかなところのことであろう。もしかして違うのか？いや、間違ってはいないんだが、なんていうか、激しく誤解しているというか、根本的なことを知らないというか。そうなのか。ならばなおさらこの目で確かめねば。今すぐ案内いたせ。無茶言うな。そんなことできるはずがないだろう。なぜだ？なぜ案内できぬ？なぜも何もそんなことできるわけないだろう。だからそう、クーヤのことを他の者に知られたらどうする？ここには忍んできているのだろう。なのに人前に出たら意味がないだろう。安心せよ。ほれ、この通り。ちゃんとこれをかぶっていく。これでよかろう。そういう問題じゃなくてだな。とにかくダメだ。案内せよ。ダメだと言ったらダメだ。案内せよ。ダメだ。案内せよ。ダメだ。どうしてもか。どうしてもだ。余がこれほど頼んでもか。頼んでもだ。というか頼んでないだろう。この通り頭を下げているではないか。それはふんぞり返っていると言うんだ。なぜだ？ならば訳を言え。訳も何も、お前のような娘をあんな場所に連れて行けるわけがないだろう。それに、誰にどう説明するつもりだ？そんなに行きたければ説得してくれ。
地悪よな。まあよい、今日のところは諦めてやろう。だが諦めたわけではないからな。いつかきっとそなたに案内してもらうぞ。このまま忘れてくれることを祈ろう。こうしているのは心地よい。そうか。うん。やはり我がクンネカムンとそなたのトゥスクル、良き関係を続かせたいものだ。そうは思わぬか。そうだな。我がクンネカムンから質を迎えてみぬか。そうだな。そうか、受け入れてくれるか。何？うん、公職王と呼ばれるそなたのことだ。そばにいる女子は一人でも多い方がよかろう。誰が公職王だ。じゃなくて、ちょっと待て。突然質とか何を。健康で気立てがよく、器量よしでどこ上手な娘をそなたのために用意しよう。きっとそなたも気に入ろう。いや、だからそなたも世と同じ気持ちとは。やはり世たちの間には何か通じるものがあるのかもしれるな。私の話を聞いているのか。だからそうと決まれば。源氏丸、クーヤ、おい、ここに用事ができた。急ぎ戻るぞ。よい。おい、こら、妙な思いつきをしたまま帰るな。クーヤ、本当に言ってしまったぞ。なんで急にあんな話になったんだ。まさか本気じゃないだろうな。冗談には見えなかったし、妙なこと